はい、こんにちは。何度もすいません。こんにちは。映画監督の松山玲奈です。今日は私の、大切な海賊、そしてギャングの仲間たちで、日本海賊 TV をジャックしております。今日はですね、ユーラシア映画祭について番組進めていこうと思います。ゲストは山本学校の学長、はい、山本正信先生です。学長先生です、はい、山本さんは150回、はい、その各国の大使との対談をしたご体験があるということで、はいはい、広いネットワーク国際的に持っておられます、はい、いろんな力をお借りしながら私ですね、東京オリンピックが行われるこの、日本でですね、世界中の映画を見ることができて、また日本の良質な映画コンテンツを海外の人にもどんどん見ていただいて、相互に仲良くなっていく、こんな映画さんやりたいなと思って、うん、今準備を進めております。ミスターユーラシア映画祭と言いましょうか。小野寺徹です。徹君です。まあ自分はまあ見た通り日本風じゃないですよね。まあ、すごいこの帽子がバッチリ似合ってるんだよね、まあ、ドイツと日本のハーフとしてまあつながるのはユーラシア大陸っていうことで、なるほど、まあ、それでユーラシア映画祭っていうのはぜひとも参加させたいし、特にヨーロッパ部門、あと、うん、なんだろう、ヨーロッパ部門、中東、中東より上、要するにソ連部、うん、昔のソ連部門 ね、あの辺の部門をカバーしていきたいなっていうのは、あと英語圏、英語が喋れるから、まあ、ほとんどまあ英語圏になるんだけど、フランス語が全然できない。でもフランス語が強い人がいれば、まあ、とりあえず映画が大好きだっていうことと、やっぱり映画から始まらないと世界平和っていうのは始まらないっていうのが、もう自分、まあ、映画の芸術からね、だからそれが自分の理念としてすごい大切なので一生懸命応援したいと思います。はい、小野寺徹です。ありがとうございます。はい、またシネクラフト代表の、高島義夫さんです、東京国際映画祭の公式配給会社、制作会社ということで活動されています。高島さんも調布映画祭ですとか数多くの映画祭に、プロデューサーとして関わってこられたご経験がありますが、このユーラシア映画祭、初期から一緒に相談に乗ってもらってるんですが、どうやってきましょうね。そうですね、はい、まあ、とにかく映画祭の数はね、日本でも本当に多くあると思うし、世界中もう山ほどあるんですけども、やはりみんなこうコンセプトが違ったり、いろんなやり方をしている。ただやっぱり映画を使ってね、世界平和、やっぱり地球の戦国時代を早く終わらせたいっていうのはありますよね、うん、いつまでもだってね、誰も殺し合いしたくないわけなのに、結果的にはね、戦国時代が終わってないと。だから本当に映画芸術っていうのは、その世界を平和にするきっかけになるんだろうと思ってお手伝いしてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして本日のゲストで、世界何カ国になるんでしょうか、世界中でパフォーマンス公演をされておりますホイトゲーの黒田治さんです。よろしくお願いいたします。黒田さんは映画なんかも見られたりされますか。ご出演も結構されてますよね。そうですよね。何本ぐらい出られてるんですか。分かんないですけどね。それもね、はい、ほんのちょっとですね、ちょっとこうですね。これ、まあ、だいぶ前のことですけどね、なんかピアかなんかのお金が出てね、はい、で映画作るってわけで、はい、でたまたまそういった人たちとこう、まあ、接触があったんですかね、連れてやられて、黒田さんね、あれね、なんかそこにあるのをみんな食べて。なんだかんだかわからないけどね、まあ、本物食べ物だったんですね。でビールもね、飲んだらいいと、本当のビールだったんですけどね、うん、でそのうちお年寄り同士が喧嘩始めましたね、で、まあ、黒田さんが出てね、まあまあまあってやってました。まあまあまあで出たんですね。まあまあ何だったんですかね。でそれからですね、最近ね、まあ、面白い人がいましてね、なんか前にね、なんか日本海の方ですか、ね、
目のない目の悪い人のグループ、うん、ご爺さんですね、はい、ご爺さんの映画作った方でね、うん、でもう今ご爺さんいないですけどね、でご爺さん、まあ、ご爺だった記録がある人がいますけどね、本当にご爺さんいないですよね、うん、いる時にご爺さんの記録映画を、はい、じゃあ本物の小瀬さんと一緒に出演されたんですか。そうじゃなくてその後のことですね、うん、それで今度はね黒田治を撮りたいということで、うん、ドキュメンタリー風なことで、まあ、うん、もう 3,4 年経ってるんですけどね、果たしてそれが本当に映画になるのかどうか全然わかりませんけど、ね、素人ですからね。それからこの間ね、この間その、まあ、だいぶ前のこの間ですけどね、スペインに行きましてね、でスペインで、新幹線乗せられて北の方の大聖堂のある、都市に降りて、そこで、まあ、黒田さんなんかやっとってね、なんか人がいっぱい集まりましてね、なんか向こうの場所ね、テレビやのいるわけしてて、えらい騒ぎだったんですね。でそれからあれですね、全くわからないんですけど、このマルセイユ、マルセイユじゃなくて何ですか、マルセルナ、マドリードですか、マドリード、マドリード来てね、なんか大きな公園に連れていかれましてね、なんかスペイン人だったんですかね、そこに、まあ、黒さんちょっと絵描く格好してて、ちょっとここちょこちょこちょっと漫画風に描いたりしてました、ね、いやあんまり上手くないですけどね、でそれ終わったらなんか黒さんやってったんで、そこにね大きな銅像があるんですよ、ドン・キホーテと、もうホーテとサンチョですか、サンチョ、サンチョ、大きい男、ちっちゃい男がね、で馬に乗っかって、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 一遍出られてる銅像があるんですよ、で、僕はね、何だったんですかね、大体上がっちゃったんですよ、上にですか、上上がっちゃってね、ここでね、年の関係でね、降りられないような感じになってるから、ね、そしたら人が集まってきましたね、えらい騒ぎで、ね、86歳、わお、その上に登ったんですか、ね、かなり高い、頑張る僕らも、ですからね、86歳が飛んでくるんだよ、お前が、お前さんが飛んできてね、ね、レナちゃんがそばにいるからね、お前さんが追っ払ってくれるからね、うん、安心ですよね、僕のね、守りでは人もいないんです、いないんですよね、まあ、大衆がいっぱい集まりましたね。ねお前さん来なかったんですね。うん、で、大騒ぎして笑われて、うん、それで僕 の、まあ、パフォーマンスが終わったんですけどね。そんなわけでね、あれですね、まあ、全てうまくいってないんですけどね。うまくいってるように見えるなんか表彰とされてる。それから、南米行った時にですね。南米も行かれたんですね。南米のね、チリのサンチャゴですか。うんディリの山頂で飛行機を降りて、うん、カウンター越しにですね、入国手続きがやるんですね、でこうパスポートを出して、僕はもうかけられませんからね、飛行機の中で渡された紙書かずに渡したんですね、で僕は質問するからそのためにサンキューって、また質問するからサンキューってね、これでね、なかなか通してくれないんですよ、で2人の女性やってましたね、2人で話しちゃ僕に質問するわけです、で僕はそのためにサンキューってケラケラと。でまず質問すれば、質問すれば僕が3キロ、まだキラキラって言われて、通してくれないですね。だから、なんか南米のね、空港っていい加減ですからね、面白いじいさんが来ちゃったわけでね、楽しんでたんじゃないですかね。今の話、全部映画にしたいですね。それでね、やっと通されましてね、通されまして、ふっと振り向いたらね、手振ってくれてるんですよ。で空港の職員が手振るってことありえないですもんね。日本だとちょっと官僚的でね、何ですか。人間感じはないですけどね、サンチャゴのね、空港のね、あの女性の方はね、僕に手振ってくれたんですね、だから、一体何だったんですかね。いやちょっと面白い話を皆さん、今のお話、うまく映画に一本撮ってくださいね。そんなわけでね、全てはね、うまくいってないですよ、この世の中がね、生まれちゃって損したなと思ってますからね。もう、男女の全てはうまくいってないだけどね、絵描きになると東京時代で、東京絵描きになるわけね、で、漫画家に食っちゃえばなってね、漫画家で失敗したそうですね、もうそろそろちょっと、はい、体験をお聞きしました。で、村田さんは、はい、ユーラシア映画祭、何か
どんなイメージがありますか？たくさん日本でいろんな映画祭がありますけどね、今これからやはりあのこう、社会やそういうところに接点目を置いた映画祭になれば嬉しいかなと、あの日本を研究してきたと思いますね、はい。なあの本当現実、まあ、うちの妻もすごく映画が大好きでいい映画が見れてない。そう、日本の中でねばっかしてね、バンバンムービーばっかじゃん。ああの SF だってバンバンムービーだしさ。で昔のアメリカのバンバンムービーはまだ質が良かったんだけどもうネタ切れになってもうとうとう日本のアニメに手を出してそれを実写版にして全然キャラクターも質が悪くなって、ね、だからどん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 アメリカ映画自体も面白くなくなってきて、うん、でよく単館でヨーロッパ映画見に行く、うん、やっぱり全然質が違う。やっぱ社会にコミッテできるようなね、映画集めたそういった映画祭に、ね、なってもらいたいです。あのそもそもユーラシア映画祭っていうのは旧ソ連圏でいいですか？いや、旧ソ連圏だけではなくて、ヨーロッパ、旧ソ連圏、はい、アジア、アジア、ユーラシア大陸だね。これ全部まとめて、全部ね、まあ日本はそのユーラシア大陸に入ってないっていう説もあるんですけど、あれはだから日本はね入ってるんですよ。あの日本は日本海っていうのは陸続きなの。だから日本海っていうのはもともと湖っていうことになってる。だから大陸としては一緒なの。そういった概念をあのもう広く一般人に知らせるためにいいかもしれません。いいですね、そういうのはね。そっか。でユーラシア大陸っていうその本当に、まあ、一番大きな大陸なんですよ。で今も国々もう国の数があって世界のもう4分の3の国々が全部ユーラシア大陸にあって宗教も全部そこに集まってるし、だからすごい文化もほとんどユーラシア大陸から始まってる。ね、そこの、あのスタッフ、あのメンバーの一人でもヒマラヤ山脈から全ての文化が始まってるっていうことで、すごく概念としてはまあアメリカさんには申し訳ないですけど今回は、でもスタートとしてはユーラシア大陸っていうのを一回見つめ直すっていうのはすごく大事な作業だと思う。そうかもしれない。自分は嬉しいですよ。だから自分はドイツと日本のハーフとしてたまたま飛行機の文化だが早くあったよ、早く僕が生まれちゃったっていうのがあるけど、あの実際にはシルクロードの真ん中に行くと自分みたいな可能性ばっかだもん。当たり前だけど中国からこうやってどんどん行って行ってどんどんね恋人を作ってこういうふうに行って向こうで向こうも向こうでどんどんこうやって混ざっていくわけだから、ちょうど真ん中になるとちょうどこういう顔の集落がある。なるほど。でそこにはいろんな文化がたくさんある、だからすごく大事な作業だと思うね、本当に。あのね、おととし、新人監督映画祭っていうのを長野でやったんですよ。その時私が国際映画学校をやったんですよ。で、その時シリア大使も呼んだんですよ。そしたらシリアはね、今、最近全然戦争始まってから来ないけれども、本当にいい映画を作ってて、映画の世界ではレベルがかなり高いって彼女は言ってましたけど、だから今度そのシリアの映画を日本で紹介をさせていただく会をまず設けてみましょう。やりましょう。その今度大使にあの日本を出発される前にもう一日会いに行くんですけど、8月4日に会いに行くんですけど。そうなんですよ。でその時に具体的な交渉をして、でフィルムセンターさん、はいはい、このフィルムセンターさんともこの間主幹の栃木さんとすごいたっぷり時間を取っていただいて、ユーラシア映画祭についてご相談やその映画界の実情についてあのシェアしていろいろ教えていただいたんですけど、あそこも借りられますし、そうですか、はい、で来年以降 の, そのフィルムセンターさんの企画として、あの EU フィルムデイズっていう EU 圏の各国一つずつ映画を持ってくる映画祭というのもあるんですね、はいはい、できたらその前後にアジア圏であるとか、その中東の地域であるとか旧ソ連圏であるとか大使ともコネクションのある山本先生にもお力を貸していただいて、はいはい、喜んで各国一つ映画を紹介して、なおかつその国をもっと知りたいっていう背景のお話をお聞きするような、そんな企画ができたら楽しいなと思ってるんですが、いつもながら
全く予算がないところからスタートしておりまして、さっきのこれは、さっきの、あの、後でですね、ここ、あの、入れていただくと、うん。また別のアカウントでね。はい、あの、このユーラシア映画祭の講座を作りましたので、ね、ぜひ、ね、あの、ドネーションっていうことを、お願いします。日本企業の皆さんも、ぜひ日本だけじゃなくて、海外展開したいな、という方も多いと思うんですけれども、そういった日本の魅力を発信することにもつながると思いますし、また航空会社の皆さんもできたら各国から映画関係者の方を招待したいと思ってますので、この映画コンテンツを映画のその空港、飛行機の中のこのモニターで見れたらいいなとか、なんかそういう連動の仕方とか、なんかいろいろできたらいいなと思いますので、この東京オリンピックを単なる一日の花火に終わらせてしまうんじゃなくて、これから根付く相互の交流と、あの文化、経済発展を目指していますので、ぜひ、ご協力をお願いします。また進捗を報告いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。